皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はリクエストにお答えして、以前僕がアップロードした「ひまわりの約束」という、あのソロギターでの演奏を解説してみようかなと思います。ただ、これもすごく難しいと思うので、ちょっとこの気合が必要かなと思います。で、今回も特に譜面とかはないんですけれども、これの画面のズバババンとピクチャーインピクチャーで両手をお見せしながらやっていこうかなと思いますので、よかったらチャレンジをしてみてくださいませ。ただ、何度も言うですが、すごくむずいです。で、細かくいろいろ拾っていくとキリがないので、結構ざっくりといきますので、その辺は細かいところは目コピー、耳コピーでやってみてくださいませ。ではでは、まず準備段階として、カポタストを3フレットにはめて、ドロップ D チューニングにしていきます。まあ、実際は D ではなくて F にチューニングをするんですけれども、6弦から本来は G ですけれども、F、C、F、B フラット、D と G という感じでチューニングをしましょう。カポタストをはめる前にドロップ D チューニングにしてもいいんですけれども、3フレットにはめてからチューニングした方が正確なチューニングになりますので、できればはめてからチューニングをすると良いかなと思います。ではでは、イントロのところからいってみましょうか。ちょっと軽く弾いてみると、こんな感じ。こんなんです。まず最初にこの G 音、まあ、実際は G じゃないですけども、まあ、G だとして、G コードと G 音を鳴らして、で、人差し指でラの音に行きます。で、F シャープと D コード。で、その次は C のフォームからハンマリングを使って、で、G に戻ります。で、その次、F シャープの音とともに、ラ・ソ。と弾いたら、ミの音、E の音とともに、ここでプリング・ハンマリングをして、で、B マイナーに行きまして、で、また C のフォームから、こんな感じです。こんな感じ。で、A メロに行くと、まずメロディーが。これじゃないですか。それと一緒にコードを合わせていきます。で、こんな感じ。で、ファの音に行って、メロディーがこんな感じになるので、こんな感じでメロディーとコードを合わせていくと、もう一回やってみます。で、ちょっと遠いんですけども。もう一回最初からやってみると。こんな感じです。基本的にソロギターはやっぱりこのメロディーよりも高い音は出さないようにしていくのが鉄則なので、メロディーが3弦とか4弦とかで低くもごもごするので、1弦、2弦は全然使わない感じですね。あまり弾かないように気をつけましょう。1弦、2弦は弾かない。こんな感じです。で、その次は繰り返しで。で、この後にメロディーがちょっとハイトーンに行きます。こんな感じ。こんなです。E
マイナーからですね、ミの音を出して、ソファミレで B マイナーに行って、で、ラ、ラ、シと、で、シ、シ、ラ、ソ、ファ、ソ、ラ、ソ、で、G に戻ると。こんな感じです。B メロのメロディーが。こんな感じのメロディーですよね。一回コードと合わせる前にメロディーを弾いてみるといいかもしれないです。で、この、メロディーを確認したら、ちょっとメモを取っておくとか、なんかこのメロディーをどこ弾けばいいのかをちゃんと把握するということが結構大事かもしれません。やってみましょう。最初にメロディーが、ラ・ソ・ラ・ソと言って、ここのところはコードは C on D なんですけれども、メロディーが2弦のレにあるので、あんまり D っぽく演出できない感じですね。ファのとか鳴らせないと、ちょっと D っぽくないんですけど、なんか C アドナインっぽい響きになってしまうんですが、まあ、こんな感じで、ドレ、ラ、レ、ドレ、ラ、レを弾いて、こんな感じでメロディーを続けます。で、その次は A コードなので、A からシララソミソと言って、ルーとシラ。そうですね。どうやって先かな。6弦開放と、あと5フレット、1弦から5弦までまとめて押さえて、バララッと弾きます。そうすると、これが C4D というコードになるんですけども、まあ、これで一息入れると。で、サビです。サビが、まあ、ちょっと間違えましたけども、こんな感じじゃないですか。やってみましょう。G コードから、この音を弾いていきます。ただ、G を弾いているときに、こっち側に、レとシとっていくのはちょっとしんどいので、3弦をうまく絡めて、レとシと、レとシロ、この辺で弾いていきます。そうすると、いい感じに開放弦を使って、メロディを弾けるので、で、C の音にも、どの音に持っていくと、ベースのどの音に持っていく。で、その後にメロディー。で、その次、コードが入ります。本当はこの辺、原曲の方だとコード全然違うんですけれども、ちょっとなんかアレンジというか、コードを変えております。1弦、6弦からこの1×1、2、1。コードネームでいけば B7f9 のオン D シャープかなっていう感じの、まあ、コードネームになるんですが、まあ、こんな押さえ方です。で、メロディーを。ドリドドリシラソーと弾いて、ミの音に持ってきます。で、メロディーが、ラ・ソ・ファ・ソといって、これは D マイナー9ですかな。6弦から0、5、3、5、5、0、5、3、5、5のフォームを弾いて、その次 G7 です。6弦から5、×、
3、4、3。こんな感じです。で、ソを弾いて、というメロディーですね。最初 C コードからスタートして、で、B7 のフラットナイン。人差し指が2弦と4弦を両方押さえております。こんなの。で、その次 E マイナーと、その次 A コードで、シララソミソといって、といくわけですね。で、その後また繰り返して、で一緒です。で、その次 C アドダインを押さえておいて、メロディーを、トントン、そうか、ソレレ、ソレレ、トトシシと持っていきます。ソレレ、トトシシ。で、その次 E マイナーから、ミシラ、ミシラ、シラ、ソソですね。どの音からメロディースタートします。C コードから。ということです。で、このメロディーを、ドシラソ、ドシシララソミソラと言って、ラまで行ったら、人差し指がこのミフラットを押さえて、Cm6 にします。で、開放から。シラシソソファソーと言って、一段落。一段落しましたでしょうか？一段落してますか？ざっくり解説でもこんな感じでございます。もうすでにこう12分かかってしまっているみたいなんですけれども、これを細かくやっていることをすると、ちょっと2、3時間かかってしまうぞとなって、思ってしまうので、ちょっとざっくりと解説させていただきました。もう一回ちょっとサビやってみます。ゆっくりやってみるので、ぜひ、目コピ、耳コピで頑張ってみてください。いきます。こんな感じです。で、またイントロが。で、終わるという感じでございます。アウトロはイントロが来て終わりという感じですね。ちょっとこのワンコーラスだけのアレンジでしたけれども、そんな感じで弾いておりました。で、最後にもう一個。慣れるまではちょっとあまりチャレンジしないでいただきたいというか、チャレンジしない方がいいと思うんですけれども、もし今みたいな感じで普通にフィンガースタイルで弾くことができるようやってきたら、この2音拍にこの打音を入れるという手法を入れてみても面白いかもしれません。その僕がアップロードしたときはずっとこれ入れてたんですけれども、例えばそのイントロも普
通にフィンガースタイルで。こんな感じで、まあ、普通に指弾きをしてもいいんですけれども、合間にこの2を入れると。親指で6弦の音をこう、6弦をこのちょっと押し込んであげるんです。そうすると、このフレットに弦が当たって、まあ、パツッと音が出るんですけれども、これをこう2に出してあげると。こんな感じです。2音拍に入れる練習をしてみても面白いかもしれないです。ただ、その2音拍にそのメロディーが絡むときがあるじゃないですか。ちょっとこの辺は本当にもう高度な話です。ちょっと初心者の方はすごいすっ飛ばしている感じがしますが、その2音拍にメロディーが絡む場合、例えば、このとき。このドシラのときのこのラの音がツの音とかぶるわけですよ。で、こういうときにどうしたらいいかというと、そのツの音を入れながらちょっとダウンストロークっぽくこの弦を弾かなきゃいけないわけですよね。ツを入れながら普通にこの指弾きをできなくもないんですけれども、自分の場合はちょっとこれが苦手なので、どっちかというとツを入れながらちっちゃいダウンストロークをかまして、ラの音を弾いている感じです。こんな感じで。ドシラと。わかるかな？この人差し指に注目。このファもそうですね。おう。そんな感じでございます。よかったらそんな打音もパチパチ入れながら練習をしてみてくださいませ。それではちょっと長くなってしまいましたが、ざっくりと解説は以上で終わらせていただこうかなと思います。まあ、目コピー、耳コピーで、で、この聞き取れた部分、できた部分はもうひたすらメモをして忘れないようにして、何度も何度も繰り返して、習得をしてみてくださいませ。めっちゃむずいですが、頑張ってトライをしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you.